人に、嬉しい、楽しい、幸せと喜ばれ、自分も、うたしと思えるように。人は、笑顔を見たり、楽しいものに出会ったりすると、細胞が活性化し、若返ります。さらに、自分が、嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる。これらを七福神ならぬ祝福神と呼んでいます。と思ったり言葉にしたりするだけで元気になり、やはり細胞が活性化し若返ります。オーリングという実験があります。自分の利き手の手のひらを上に向け、親指と人差し指でアルファベットの O の字、オーリングを作ります。辛い、悲しい、つまらないと言った後、オーリングが開かないようにぐっと力を入れ、誰かに開けてもらいます。開ける人も、両手にオーリングを作り、それを開けられる人のオーリングに通して、左右に引っ張ります。すると、なぜか力が入らず、簡単に開けられてしまうのです。屈強な男性のオーリングを女性が開けた場合もそうなります。その反対に、嬉しい、楽しいなどの祝福人の言葉を言った時や、笑顔を見た時は、オーリングはすごく強くて開きません。明らかに細胞や筋肉に力がみなぎるのがわかります。このように心と体は不思議に連動しているのです。人に嬉しい、楽しい、幸せと喜ばれ、自分も、うたしと思えるように実践することは、心と体の両方が元気になる、得な生き方になりそうです。